環境情報学部に通ってます。僕が中1の頃に初めてライフステックのキャンプに参加したんですけど、そのキャンプの会場があの SFC で、もともと僕の父が SFC 出身で、あのせっかくキャンプが SFC であるから行ってみようみたいなことで行ったんですけど、キャンパスに行くことがまず初めてですごくワクワクしたんですけど、そこから SFC を意識するようになった感じですね。はい、 AO で入りました。こう AO ってなんか人すべて見られるので、プログラミングを一つの大きな要素だったんですけど、全部見られました。それも評価されました。すごく僕がそのAR のアプリも作ったのもそうだし、あと Apple の、 あの世界のプログラミングコンテストあって、それに日本人で唯一入賞したりとかしたんですけど、それがきっかけでまたあの NHK の番組で特集してもらったりとかして、そういうやってたこと全部でなんか評価してもらいました。やっぱりなんか一貫性とかは求められますね。 AO は自分がこういう人間で、SAC のこういう環境とか SAC でやりたいことがあって、でこれをやるためにこの SAC での4年間をどうするかみたいな、そういう話をして入るんですけど、そこに一貫性がないとブレちゃうわけですよね。やりたいことと今までやってきたことのこの差があったりとかがすると結構ブレちゃうので、僕は AO で何をやりたいって言ったのかっていうと、観光地に行くときに、その僕はやっぱり動画で紹介するためにすごくたくさん調べてから行ってたんですけど、やっぱり調べてから行くとその土地に対する解像度とかが結構上がって、まあ、いろんなちょっとしたことでもなんか面白いなって感じることができたんですけど、そういうのをこのより手軽にこうやってほしいなと思って、観光地の AR 体験っていうのを研究テーマとしてやりました。AR ってやっぱり現実世界の上にこう情報を重ねて見せるっていう特性があると思うんですけど、なのでその元々の観光地の魅力っていうのがベースでありつつ、それにプラスアルファの体験をできるなと思ってやりました。それだけじゃなくて、せっかく AR でやるので、例えば歴史的な建造物とかだったら、その昔にあった出来事になんか実際自分がタイムスリップしたような感覚で歴史的瞬間に立ち会える体験とかっていうのも研究していけばできるんじゃないかなっていうことを書類に書いて提出しました。やっぱりなんか大学で何をやりたいかっていうことの方が見られているので、やっぱり今まで何やってきたかっていうのももちろん大事なんですけど、やっぱそれは根拠として使うに過ぎないっていうか、これだから入れてっていうのの理由にはならないかなと思うので、AO の仕組みがちゃんとなってるなと思いますね。見つけたのは母で、中学受験をやってる時からいろいろ調べてくれてたみたいで、でも1日目は不安でした。なんか行こうかな行かないかなとか思ってたんですよ。初めてのキャンプはウェブデザインで、2017年の夏キャンで初めて iPhone をやりました。入る前は結構自分がこの主体にあってものづくりをしてたと思ってて、なんかこういうのを作って動かしたら楽しいだろうなっていう自分の妄想ワクワク感からこう作ってたんですけど、だからライフステックでそのいろんなこう周りの人たちがたくさんいるじゃないですか。そのメンターさんもそうだし、周りにいるそのプログラミングとかが好きなメンバーの子たちもいたりとか、あとその Facebook グループもそうだし、 Twitter とかいろんな部分でこの他の人の目がすごいあるし、なんかみんな称賛してくれるような環境があって、でそんでその周りの人を楽しませたいとか、周りの人をワクワクさせたいっていうことで、あのものづくりをやっていくような感じに変わってったので、そこがなんかライフステックのいいところだし、僕が刺さったところだったかなと思います。初めてのキャンプはそのウェブデザインコースだったので、なんかあの自分で物語を作って、そのかぐや太郎っていう物語を作ったんですけど、その物語が見れるサイトを作りました。初めて作った iPhone アプリは2017年の夏キャンで、教科書のクイズアプリっていうのがあるんですけど、それを改造して作ったワクワククエストっていうやつが iPhone の初めての作品です。初めて App Store にリリースしたアプリは、あの時間割のアプリで、
あの学校のその月曜1限5限何が入るみたいなやつを設定して友達と共有できたりするみたいなアプリも作りましたし、なんか部活で学園祭の時に作ったアプリがあるんですけど、地理部をやってたんですけど、あの動画を出すのと同時に新聞も出してたんですね。まあ文字ベースなのでそんなに読んでもらえないんですよ。で学園祭の時にこう来てくれた人にこの中身も読んでほしいなって思ったんですけど、まあ、どうやったら楽しく読んでもらえるかなって思って、その年からちょうど学校に iPad が導入されたんですけど、その iPad を使って何かできないかなと思って、AR を使ったクイズアプリを作りました。こう新聞が壁に貼ってあるじゃないですか。貼ってあって、それにこう iPad をかざすと、新聞の中からもう僕が出てくるんですよ。こうなんかで、そんで問題とか言って。あの新聞の内容に合わせたクイズを僕が出してきて、それにこの iPad 上でこう回答するっていうアプリを作りました。まあやっぱり人に見てもらいたい、使ってもらいたいからですよね。作って自分の Mac の中にだけあってもしょうがないので、それを他の人に使ってもらわないと意味がないので、リリース欲っていうか、もう最終的なもう開発の終着点がそこにあるので、開発を進めていったらもう気づいたらしてるぐらいの感覚なので、別にここに特別意識はあんま持ってないかなって感じです。 AR のことをやりたくて、 AR ってその今 VR とかも結構来てると思うんですけど、やっぱり現実世界での体験こそが心に刺さるだと思ってて、 VR は別の世界に入り込んで体験するっていう面ですごい楽しいと思うんですけど、やっぱり自分ごとのこの世界をよりワクワクするものに、もうビジュアルからもう全て演出できるのってこの AR でしかできないことじゃないですか。だからここをもっとより研究して、その AR の体験とかをまあプロデュースしたり提供できるようなことをやりたいなと思ってます。なのでやっぱり自分で手を動かすかって言われるとちょっと分かんないですけど、でもそういうあのワクワクするものを考えてプロデュースしてみたいなことをやりたいなと思います。